はい、静岡、あ、静岡じゃない、間違えました。どこでしたっけ、草津温泉、最後の食べる日記ですね。さっき友達とですね、帰り道がてら足湯に浸かってきたんでございますけども、意外と暑くてですね、あそこに見える櫓に皆さん足湯に来てはるんですけど、意外と暑くてですね、あちちあちちあちちって大騒ぎして、友達は恥ずかしい恥ずかしいって言ってましたけど、友達がどこかに行ってしまいました。あれ、どこに行っちゃったのかな。それででございますね、何を映したいかと申しますと、湯の花がここにパーって浮いてるんです。見えてますか。あ、見えてますね。これ湯の花ですよ。ここら辺一帯をですね、湯畑という風に申すそうでございましてですね、湯畑、お湯の畑と、ちょっと珍しい感じの名前がついております。人混みがどんどん押し寄せてきてですね、撮影が難しいのでございますけども、黄色い色をしているわけですね、湯の花ですね。非常に暑いと思われるわけですよ。これだけの湯気が立っているわけでございますからですね、ずらずらずらっとあんな風にあるわけでございます。これを見るとですね、五右衛門の釜茹での刑というのがいかに残忍な刑であるかというのが想像がちょっとつくわけでございます、この中に入ってもうたら死んでもらうやろなとか思いながら友達を探しているわけでございますが、友達がなんと iPhone 対バイオの対決が恥ずかしがって逃げちゃいました、ね、iPhone 対バイオのカレーなど対決になるかと思われた。お土産屋さんがいっぱいあるわけですね。お店の数だけ、人の数が、いや、お店の数以上にというか、お店の数に比例してというか、なんて言いますか、とにかく群馬の山奥にしては人が多いわけでございますね。非常に都会的なイメージ、イメージでいうと湯布院の、観光歓楽街、観光地化された山奥でしょうな。友達はどんどん逃げておりますよ。そんなこんなでですね、あ、ここら辺一帯でバルーンアートをしていたりするわけですね。一帯でというか、あそこら辺でバルーンアートをしている、今している最中みたいなんですけど、私はもうあそこで3回も見て3回も感動したので、もう麻痺しそうなので行きません。非常に面白いバルーン元さんっていうですね、50歳の、大道芸人さんがバルーンのアートをやっているわけでございます。もう私素晴らしすぎて最後ポロッと行きそうになったり、恥ずかしくてですね、もう群馬では行きません。皆さんバルーンアートの元さん検索してまた見に行ってみてください。非常に素晴らしいです。あー、ほら来た、バイオ対 iPhone5 の対決なるか。あの赤い人、あれ赤い人がですね、連れなんでございますけどもですね。そんなこんなでですね、食べる日記も、草津温泉での食べる日記は最終になりましたが、まだまだ回れてないところはいっぱいございます。あ、こういうところもあるわけですね。こちら、女湯と書いてます。ちっちゃい温泉があるわけですね。あとはですね、温泉落語とかいう旗が出てたりするんでございますけど、まだ行ってないわけでございます。行ってないところがたくさんあるわけでございます。蕎麦屋さんが多いですね。蕎麦、うどん、舞茸と書いた看板がいつも見受けられましたよ。あっちも足湯ですか。なんかすごい木造りの建物が多いんです。不思議な空間でございますね。不思議な空間に不思議なことをした私がうるうるしておるわけでございます。友達がどっか行ってしまったので、私今行くあてが、友達発見。ここは射的になってるわけですね。射的とかいろいろ遊ぶところですかね。なんかこう、山奥だけあって遊びもちょっとレトロな感じ、都会と山奥がまじっこになったような、
都会と昔がマジックになったような不思議な壮大な空間でございますけど、今どんどん友達に接近しております。友達はどうぞのようにさてさて、ではでは、長いはしてはいけませんので、この辺で See you next time。 草津温泉いいとこでした。